神奈川県鎌倉市の病院で先月29日に死去した男性が1970年代に発生した一連の企業爆破事件の容疑者であることが明らかになりました。この男性は桐島聡容疑者と名乗っており、明治学院大学に在学中、極左テロ集団である東アジア反日武装戦線に関与していたとされています。彼の指名手配は1975年4月に起きた銀座の韓国産業経済研究所爆破事件に関連しており、爆発物取締罰則違反容疑でのものでした。桐島容疑者が指名手配されてから約50年が経ちました。彼の逃亡生活が続けられた背景には、本人の死によりその理由を直接問うことはできません。報道によれば、桐島容疑者は偽名を持ち、1980年代から神奈川県藤沢市内の工務店で住み込みの仕事に就き、銀行口座を持たず、給与も現金で受け取っていたとのことです。そして入院時には身分を証明するものを持っていなかったそうです。桐島容疑者が偽名を使い、身分証を持たない状態で逃亡し続けた心情は想像するに難しいものでしょう。彼の同僚であった黒川義政が1987年に無期懲役、宇賀神被災地が1990年に懲役18年の刑を受けたことを知ったことが、彼の逃亡を続ける理由の一端かもしれません。事件が起きたのは1975年、桐島容疑者が21歳の若者だった頃です。時には若い頃の過ちなら早めに自首していればもっと幸せな人生が待っていたかもしれないと考える向きもあります。刑法第42条1項には、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した時はその刑を減刑することができると規定されています。桐島容疑者も自首していれば違った人生を歩んでいた可能性はあるでしょう。しかし同僚の厳しい判決を知ったことで、彼は逃げ続けることを決意した可能性もあります。逃げ続けることの苦しさは想像を絶するものです。死刑囚になったヒットマン、前橋スナック銃乱射事件、実行犯、獄中式に記された帯方正俊死刑囚の言葉からは、罪悪感に苛まれながらも出頭しようとする心情がうかがえます。しかし家族の安全を守るために出頭できなかったという無力感も垣間見えます。彼はフィリピンで幽霊を見るほどの精神的苦痛を経験し、自責の念に苛まれたことでしょう。桐島容疑者の事件では死者は出ていませんが、事件は大きな話題となり、裏社会では警察に監視されている錯覚が生じ、心身ともに休息する余裕がなかったでしょう。桐島容疑者も出頭すべきかどうか迷い悩んだことでしょう。このような重大事件の犯人は逮捕されれば大半の人生を刑務所で過ごすことになります。同僚の黒川義政のように無期懲役を受ければ一生を狭い牢獄で過ごすことになり、獄中で終わる可能性もあります。自首という行為は容易に考えられるようで、実際には難しいものです。筆者がこれまでに接してきた刑務所での支援や保護司の経験から、犯罪に手を染める際のリスク認識の甘さがしばしば見受けられます。それはまるで自分なら捕まらないという根拠のない自信に似ています。刑務所での経験から言えることは、犯行が短絡的であり、予想される結果を想像できず将来の見通しが立てられない人が一定数存在するということです。さらに犯罪を行った際には様々な合理化や中和が行われます。社会の責任の否定、盗みではなく借りただけだという加害の否定、被害者の態度が問題だったという被害者の否定、他人が嫉妬しているという被害者の非難、仲間のために行動したという忠誠心への訴えなどが挙げられます。これでは自分の行動に対する反省がなされず、自首などは望むべくもないのです。しかし全ての犯罪者が自首を望まないわけではありません。近年闇バイトなどの違法な活動に関与した者たちの中には、逮捕されたから闇バイトをやめられた、逮捕されてホッとしたといった声もあります。一方で自首して逮捕された場合、刑罰を受けることに加えて社会的な制裁を恐れる声も聞かれます。それは例えば銀行口座の開設ができなくなったり、ネット上に残るデジタルの烙印により就職が難しくなったりすることです。現代の日本社会は厳罰化の傾向にあります。さらにデジタルの烙印が問題となる中、犯罪情報が社会に共有され銀行口座などの契約主体として認められなくなる可能性など、自首がますます困難になっていると言わざるを得ません。今回はここまで。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。